ろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。あやこ姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんたハルトじゃないんだからさ。さあほら行くよ、ハルト。あんたはもう一遍死んで生き返るんや、ケリオさん。俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いてあります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。ケリアさん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見合っとってもしゃあない。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする。俺らにしても親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか証明してもらわんことには、いい加減こっちもアホらしいようになってくる。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる。やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、そのあたりで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか。ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。道島の龍が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ、住職。
上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんだな。分かりました。お心遣いに感謝します。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。赤目ってやつを知りませんか？赤目？さあどうやろな。あんた誰や？別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや、それは前は赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。
すまない、赤目ってやつを探してるんだが。ああ今日は見とらん、いつもその辺歩いとるんやけどな。どんなやつだ？よそもんに余計なこと言うてあの人怒らせとないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。なあ赤目ってやつを知らないか？赤目さん？ああそれやったらほらあれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ？特徴は？行ったらすぐわかるわ。早う行かんとどっか行ってまうで。気に入らんな。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。聞いたことは？赤目さんに何の用や？さあな。ああ？なんやだ？悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ？なんや？あんた知らんのかい？そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らん、あんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな、ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか？グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせや、おっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぞ。そらこっちのセリフや。まぬけ！お前らじゃ拉致が開かねえ。茜んとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄むんやめえや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ？そっちこそうちを探してたんちゃう？じゃあお前が赤目？まあな。そんなジロジロ見んといてくれる？ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でも屋や。
便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろん。で、うちに何の用や？あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる？待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ？手下ってことでいいのか？うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない、ビジネスだけのドライな関係や。なんだと？じゃあ花輪のことは？花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ、ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだから。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まあそれはそうかもな。なんて読んだらええ？本当に鶴野から何も聞いてねえんだら。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ、もてなしって何のことだ？へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。はあ、ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ、赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。かわいい目してんのに、なんでずっとグラサン？あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。さて、これからどうする、上流？あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。
一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな、うちみたいな中小はやってけんのよ。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。まあとにかく、とある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？ゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤トラ持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたらその分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知るVIPたちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤トラ持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？はよキャッスル行きたいやろ。足元見やがって。わかった。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや。ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に
何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ、そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん、こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか？ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？ったく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。時間食っちまう。やろうちゃん、屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方は言わん、騙されたと思っていっぺんついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが、ええ加減にせえよ。こら、何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれ、おっさん。お前らが囲い屋か。ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。あ、囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね、さもなきゃの方で話を進めてくれていい。
上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。じゃあどこに囲ってんだ。それは大海の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ寺会館、小区町西にあるあそこの2階や。わかった。じゃあしばらく寝てろ。もう、お気に。おかげで助かったわ。ああ、さっきの奴ら鬼連合を言うてたで。あんた大丈夫なんか。この町に長居する気はないんだな。あんたは。え、もし頼る当てがないんだったら赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか。あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとるわ。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。
しとんねや、我れ。長いこと換気もされてね。どれ、ずいぶん勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。このバンド。なんなんや、あんた。ずいぶんかき集めたもんだ。こんなことしてただですまんぞ。わしらは組の人間や。近江連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。近江連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けねえ。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。素晴らしいで、上流。エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ？ホームレス食いもんにしてるくせに、うちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかしい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いや。はあ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下、こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。
流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？いややな。うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。でさらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事？うちは仕事を来るもの拒まずの何でも嫌やねけど、業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわしてゼーハーすんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええってええって。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやしびれるわ、ほんまお気に。あんな。ああ。せやね。ん？あのね、
頼むわ。
おい、頼むわ。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。私アメリカ生まれなので、日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。十分自然だと思うぞ。え、本当ですか？日本語で話したくていっぱい勉強したんです。何がいいですか？はい、お願いします。 Cheers! 乾杯。この間、お友達と居酒屋行ったんですよ。そこで初めて食べたものがあるんです。なんだと思います？チーズだろう。チーズ？さすがにそれはアメリカでもありますって。答えは明太子。あれ美味しいですよね。上流さんはスーツ以外だとどんな格好してるんですか？スーツしかない。え、本当に？めっちゃスーツ大好きなんすね。
got a present? Thank you. Today was very fun. Thank you.あのね、よろしゅう頼んますわ。Yeah!
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございます。そうやな。おい。おう。ん？ちゃう。
これで行け、隠し玉だ。これで頼むわ。おう。ああ。おう。そうやな。ちょっとええか？来たな。大きに。
いらっしゃいませ。いただきます。よし、行くか。ありがとうございました。時間食っちまう。
なじみと付き合いたいって。ありがとうございます。ああ。
お？いいよ。はあ。うん。赤面、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？かなりでかいな。ただなんでキャッスルなんだ。よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二足三門で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事専門にやってるって噂の
極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前、遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねえってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっとムチを入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。わかってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。でさらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋陽平金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから選手の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは鬼人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか。渡瀬組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。でなんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってごねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガテンがいったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。ようわからんけどうちに怒ってないやったらオッケー。でどこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐわかるわ。ん？なんだよお前はここまでか。キャッスルはうちも先週同伴やないと来られへんから
ちょっとだけ見物しに行かせて、後で合流するな、ええやろ。ふん、分かった、好きにしろ。そうないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな、上流一人で受付済ますんやで。よう無事につけましたな、キュリュウさん。いや、上流でしたっけ。お前は獅子道、そう呼ばれていたな。今日は顔隠さなくていいのか。ええ、ここでは近江連合の力が法です。心配ご無用ですが。鶴間はどうした。花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。難しいもんですな。生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へお越しよ。あそこを生きて出られたら花輪の居場所をお教えします。がっかりさせんでくださいよ。鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにもたっぷり礼をしてやる。あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。俺にはどうでもいい話だ。いつまでもお前らのお遊びに付き合うつもりはねえ。そうですか。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ。冗談やって。それより闘技場の受付済ませた。まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんと何もできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで。おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう。上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイ OK やな。せやけどリングに上がるときはグラサン外した方がええで。ああそうか、そいつはまずいな。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと？ああ、覆面がいる。どっかで手に入れねえと。あの上流様、よろしいでしょうか。ん？先ほど渡瀬組の獅子道様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。そのように受けたまわっております。あの野郎、完全におちょくられてんな上流。他にいくらでもあんだろうに。なんでこれなんだ。まあ上流がこれかぶって戦うのもシュールでおもろいけど。
そうか。他に準備がお済みでしたらいつでもお声掛けください。上流様。ああはい。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。そうまだまだ血が足りません。そこで本日のイベント渡瀬組プレゼンツ歴史的な極道の構想3連戦で再現いたします。3連戦何が始まる。知るか、俺たちは前座のカマスイムだ。説明なんざ毒にされやしねえ。獅子道よ、あの5人渡瀬組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた。ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪。近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケートブルードラゴン。この夜町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのは若き日の渡瀬組長だ。くそ、こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創世ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長が甘っかな花を咲かせます。マジか、こっちなんて無理だろ。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。Yeah.
組長を倒れる。歴史が変わってしまいました。よーし、シド、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけどまだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年、カムロ町。登場会を手中に収めんとする凶悪な極道、錦山明。有造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。カズマ、キャッスルに散る。なんと、またしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ、上流。もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いますんで、本名は言うてくれんのです。へえ。次はあいつを桐生役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、ある事件が起きていました。近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。
彼の名は近江連合直参合流会二代目会長合田龍二。その夜神室町で合田龍二と桐生一馬東西の龍が激突したと言われています。勝敗の行方は闇に葬られました。実は消えた合田龍二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると今夜この場所に。さあリングが上がっていきます。先ほど桐生一馬を下した戦士城龍が新たに堂島の龍を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。この番だ。
た目だけはいい線いってたかな。あいつは虎の意を狩るなんてなね、死んでもやんねえ。粋な出し物だったじゃねえの、シシド。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。見事なショーでしたな、桐生さん。ほんま、しびれましたわ。こっちは約束を果たした。さっさと教えろ。花輪はどこにいる？まあ、そう慌てんと。お祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたって、ええやないですか。この景色、どないです？きらびやか、ゴージャス。どん底におった俺には、眩しすぎる光の街や。15の時、俺は親に捨てられて、こことは別の闘技場にぶち込まれてました。解消なしで、借金まみれの男が、何でも金にしよるもんで。今頃はどっかでノタルジンドルやろな。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い、殺し合いさせられる毎日。鬼人会の消耗品ですわ。生き残るには強うなるしかなかった。もっとも強うなったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運、どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。ならお前にとって鬼人会は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分来やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけてくれた。まさに地獄に仏や。獅子堂いう名前は杯の時渡瀬の親父につけてもらった名前です。クソまみれの過去全部捨てて生まれ変わるために。ふん。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は堂島の竜や。喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道。まばゆいばかりの人生を歩まれてきた。せやったらこそこそ死んだふりなんぞせんで堂々と名乗り出たらええ。花輪さんのことも大道寺のことも全部忘れて好き放題やりましょう。桐生一馬よみがえらせて俺らともう一花咲かせましょうや。あんたかてほんまはそれを望んでるはずです。なあ、せやろうが。そんなもんちっとも望んじゃいねえよ。ああ、
もうお前のおしゃべりには十分付き合った。どうしても続きが話してんなら花輪を返してからにしろ。そもそも話す相手を間違えている。俺は桐生一馬じゃねえ。頑固なお人やな。それとも大道寺のしつけがよほど身に染み込んどるんか。どうやったらそこまで飼いならされるんです。さっさと花輪の居場所を教えろ。これ以上時間を無駄にしたくねえ。さいですか。しゃあないな。約束は約束や。花輪さんは蒼天堀の一角に監禁されております。第三並木ビルっちゅうの鶴野の頭がアジトにしてましてね。そこであんたを持ちかねや。組でもえりすぐりの兵隊たちと一緒にな。おとなしく花輪を返す気はねえってことか。親父も頭もあんたに力借りたい言うてるんや。せやけど頭、これを最後の交渉にするつもりです。あんたにはこんな風に言いつかっとります。花輪さんを取り返したければ力ずくでどうぞ。お前は？あんたとやり合うときは試合明けのハンディ抜きやないと。後で言い訳にされてもつまらんしな。ならせいぜい首を洗って待ってろ。花輪を助けたらあいつがやられた分だけきっちり返しに行く。楽しみにしてます。あんたは俺の獲物や。頭にやられんでくださいよ。よー、待っとったで。ご褒美はどんなんやった？うちかてここまで世話したんや。ちょっとお裾分けしても罰は当たらんのと違う？何も受け取ってない。それより蒼天堀に戻る。え？なんで？ほんまにご褒美なし？話はヘリの中でしてやる。とにかくすぐにここを出るんだ。わかった。なんやシリアスやな。そしたら準備させるから先にヘリポート行ってるわ。上流も準備できたらすぐ来や。もう支度済んだ。オッケー。キャッスルにはまた好きな時に来れるからな。言うてくれたらすぐヘリ飛ばしたるわ。あんたはもう闘技場のスターやしな。ほな、蒼天堀に戻んで。しばらく寝てる。
俺のこと睨んだな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こっちの要件は分かってるはずだ。花輪はどこにいる？最上階で頭と一緒におりますわ。けどあんたにはまずこいつらが失礼のないようしっかりおもてなししますんで。バットと鉄パイプでか。せっかくだが本気で俺をもてなしてんなら数が少なすぎる。おもろいの。大口叩きよる。わしらにしてみたら、頭はあんたを買いかぶりすぎや思いますわ。桐生さん。口喧嘩で勝つつもりはねえ。せめてそれぐらいはお前らに譲ってやる。その前にわしらへの挑戦権手にしてもらおうか。こいつら倒せんようじゃ話にならんさかいの。おう、わしらに気使うことはない。お前らで始末つけてかまへんで。いつでもいいぜ。来い。さすがやの。そやけどここでしまいや。Yeah!
情を見せとみ。兄貴をやったやつや、お前ら行くぜ。逃がさへんで。
叩き潰せ。来たの。せやけど、そろそろおねんねの時間や。
なは。早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。鶴野、随分花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたら、こんな痛い思いせんですぐあの世へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっちり落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道寺に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にできん。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ、鶴野。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほなしゃあないな。よし行くぜ、やってるれ。ふっしゃあ。
順番はこっからやって。あなた一人で助けに来てくれたんですか？言いにくい話なんだがよ他にあんたを助けようってやつはいなかったんだ。まったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね最高です。鶴野、聞きたいことは山ほどあるが、まずはっきりさせときて、お前らのバックにいるのは本当に渡瀬なのか？まだそこから疑われとったんですか用心深いことで。俺は正真正銘渡瀬組の頭や。親父からはこう言われてました。今こそ桐生さんの力が必要やと。近江連合と、それから東条会のために。東条会のため？どういうことだ？あんたにとっても無関係な話しちゃいます。せやけど部外者のおるとこでは話せん。部外者？それはご挨拶ですね。ここまで痛めつけておいて、まだ私を部外者と。やったのは全部獅子堂やったやろ。俺は止めんかっただけや、はあ、これだからヤクザ嫌いですよ。まあわかりました。何にせよ一旦場所を変えましょう。蒼天堀にもいくつか大道寺のアジトがあります。今度は私が聞く番ですが、覚悟してくださいよ鶴野さん。誰かがあなたを痛めつけても私だって止めません。それでお相手ですもんね。桐生さん、これが正真正銘最後のチャンスや。ん？大道寺の首は外すんやったらそいつの口を塞ぐんや、今ここで。そしたら後のケツは俺と親父で持ちます。この先一生そんな奴らの言いなりでっか。そんなんが堂島の竜と呼ばれた男の末路かいな。お前らは俺に何をやらせたいんだ？それは近江連合と東条会、この二つを解散さすんです。うちの親父と東条会の六代目堂島大吾、二人の共同宣言って。何？そんためにあんたの力が必要やと親父はそう言うてる。どういうことなんです？親父が来月出所を控えてるのはご存知で？そういえば、
そのくらいのはずでしたね。無事を出たら近江の本部で大阪中の組員に迎えられます。そこであの人は警察に当てて近江連合の解散を宣言する。今潜伏中の東条会の幹部たちも来る手はずや。そんで両組織の同時解散を宣言する。渡瀬がそれを望んでるのか。大子たちも。だがなんで。もう極道の実態は暴対法の包囲網でニッチもサッチもいかん。末端の組員が一人暴走しただけでトップがパクられる。使用者責任や言うてな。実際うちの親父も今それで無所におる。警察や政治家の人睨みで檻に放り込まれるんや。いずれ極道の大門は奴隷の証と変わらんようになるな。だからそうなる前に組の解散を。そうです。群れごと首をはめられたら最後。それはもう二度と外せん。極道たちはみんな歯向かうことも逃げることもできずに先細って終わるだけや。東条会の六代目も同じ考えを同じ時期に持ったけど、何万にも膨れ上がった組織を一斉に解散させるとなれば大荒れや。反対する奴らも山ほど出てくる。日本一でかい大門ショット極道たちがや、到底抑えきれるもんやない。ただ伝説の竜と呼ばれるような男がおったら少しは話変わるかもな。おあいにくですが、桐生一馬はもう亡くなっています。そうですね、上流。それともやはり私の口を塞いで鶴野さんに乗りますか。もしあなたがその気なら私には止めようがない。約束します、桐生さん。近江連合最後の仕事や。大都市出し抜いてあんたをもう一遍死んだことにします。そしたらあんたは自分の人生を取り戻せる。悪い話やないでしょう。沖縄の子供たちともまた会えるように。うるせえ。もう黙れ。キリュウさん、花輪を殺すなんざ問題外だ。お前の話に乗る気もねえ。それと二度と子供たちのことを口にすんな。あいつらは俺たちと何の関係もねえ。花はこいつで大道寺に無事を知らせろ。それでもうこの話はしまいだ。ええんでっか、ほんまに。いつか必ず後悔します。桐生さん、もう黙れと言ったはずだ。鶴野にはしばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ、あなたは少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所はまた後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが一応聞いておいてもいいですか。うん。さっきの状況では鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消してもまず表に出ないでしょう。
すると渡瀬組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。なのになぜ助けてくれたんです？俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために他の誰かを死なせらんねえだろ。さすが伝説の極道。一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたか。ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてゆっくり休んでください。わかった。ただ今さらですが、くれぐれも人目を引かないように。ここは近江連合のお膝元です。あなたの顔を知る人間も多いでしょうか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お願いします。お、ああ、はい。
ありがとうございます。はい、俺のこと睨んでた。くしゃばれや。ったく時間食っちまう。上流待っとったで。あんたの体が空いとったらこっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと。いやわざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももういっぺん戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね。わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やない？な、な。
どうやらマジで言ってるみてえだな。アンナ？せやね。いや。あのね。あかん。